様おはようございます。演じ構成会この目塾塾長の演じ構成でございます。さて、アルバイト募集します。事務員の方とそれから講師の方両方を募集いたします。で、ご存知の通りすごく演じ構成のそういう楽しいワールドをですね一緒に作っていきたいなというふうに思っていらっしゃる方大募集でございます。1番と2番なんですけど2番の方から説明いたします。講師の方々ですね、どの科目でも結構ですので、特に算数ですね、算数もしくは数学ができる方が、とりあえず一番欲しいんですけど、全科目、必要というふうになっております。で、資格はですね、学歴なんてもう不問です。はっきり言って、役に立たない、役に立たないというか、そう、それだけはそんなでそこまで、あれば重要だ。大事なのはこうです、楽しく教えられる人です、はい、もちろん学歴もあった方がいいんですよ、いいんですけども、断然こっちの方がです、楽しく教えられる人。演じ構成会のその、この塾のその、勉強を好きに楽しくなるっていうね、そういう勉強は本来楽しいものですよってことを教えられるような人がいたら いいですね。それから弟子入りかっていう書いてるのはどういうことかというと、そのまだそういう能力はないんだけどもそういう授業してみたいなと思っている方々ね、ぜひ挑戦していただきたいなと思います。演じ構成の考えでは生徒だけじゃなくて先生もね、ちゃんとなんていうかそういう道筋があれば、ピュンって、すぐにっていうことが、そうだな、すぐにだな、1年とか2年ぐらいで、演じ構成みたいな授業ができるというふうに思ってます。本当にね、はい。で、時給の方なんですけど、これすごいでしょ。これね、最初1200円、普通っちゃ普通ですよ。でもこの3番の3600円ぐらいになりましたら本当に普通の一家の大黒柱として月収で30万、40万稼いでいけるようなそういうような金額です。4800万でももっとそれ以上ですよね、はい、っていう印字になってるんですけど、これの本当にね、これ嘘じゃない、本当です、本当です。で、やはりね楽しく教えられて、そしてすごくいいのは、いいというか条件は昇級する時の条件としてはその、うわこの授業すごいな、すぐにでも友達連れてこようっていう風なぐらいになるかどうかという、その程度によってピュン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 ということになります。はい、最初全ての方1200円からスタートしていただいて、最短、3ヶ月で昇級いたしますので、1年以内にはここの4号級ですね、4800円行く可能性があります。全員が自動的に行くわけではないので、その辺は承知に頑張ってというか楽しんでほしいなというような気はします。で、そうですね、現実的なところ1200円から、2400円に上がらないような方はいらっしゃらないんじゃないか、そういう意味で私は取っていきたいなというふうには思っています。はい。で、だんだんハードルは上がっていくような感じで、夢を持ってね挑戦してほしいなと思います。3ヶ月で上がらないからといっても腐らないでですね、最短は3ヶ月でございます。通常半年1年ぐらいで上がれたらいいかなというふうに思っていただいたらいいと思います。夢あるでしょ、かなり。さて、次事務員の方でございます。事務員の方もですね、時給的にはこんな感じですね。1号級から4号級で、それで1800円までね、とりあえず今は、未来はあるかなというふうに思います。1000円から1200円は3ヶ月、ここだけは、ね、自動昇級というふうにしようと思っております。はい、事務員の方ね、本当にすごく欲しいです。めっちゃ欲しいです。で、例えば、その母子家庭の方とか、なかなか仕事見つかりにくいと思うんですけれども、お子さんね、場合によっては連れてきていただいてもいい場合もありますよね。そういうことも踏まえて、どのような方でもですね、その演じ構成会のそのなんか、中身にその惚れ込んでくださっている方であればもう大歓迎でございます。
でやることなんですけどもね、ごく一般的なことが多いですよね。電話を消したり雑務したりですね、生徒のお世話と講師の手伝いと、まあこんな感じでございます。それであとはキムチなんですけど、どちらも共通でですね、コミュニケトナミキタヤギっていうところで考えております。はい、でこの後ですね、出典としてはやはりこの、キズっていうところですね、京都府になりますけども、キズをちょっと考えておきます。はい、キズ駅ですね。で、コミュニケトガミキタっていうのはちょっと今のところ決まっていないというかですね、最初トガミキタで、部屋を借りてやるっていう感じの仮設会場みたいな感じになりますけども、コミュニケでなんとか、館をねしっかり構えたいなというふうには思っております。で、そのいうことの勤務地、そしてあとこれ電話番号でございますね。はい、080-7505-6216の方ですね。こちらの方で、お電話くださればですね、アルバイトの応募したいんですっていう話をしてくれたら、お話はスムーズにいくかなというふうには思います。はい、なるべくどんな時間でも出れるようにしますので、早朝でもね、夜中でもね、まあ、気にせず電話してください。で、もちろん私も人間ですので必ず出れるわけじゃないので、出れないときはその折り返ししようと思っていますよね。はい、で、ついでというかですね、入塾説明会を考えております。第1回この辺っていうふうに考えているんですけども、この時にもですね、まあ、他にも第1回第3回とやっていきたいんですが、まあ、その時にこの事務員の方ね、一緒にお手伝いしてくださるとです、もうとってもとっても心から助かるというふうな気持ちでございます。さてと、そういうことでございまして、アルバイト募集でございます。何とぞですね、皆さんのお力をお貸しいただいて、そして本当に素晴らしいね、喜びに満ちあふれるその勉強環境、勉強本当は楽しいもんなんだというのを、この作っていきたいなというふうに思いますので、一緒に楽しんでいてくださる方大募集でございます。以上です。塾講師会、小波塾塾講師でした。